こ行こう。久しぶりでもないか。おはよう、亮太くん。あれ、りっちゃんは？声がでかい。仲良く登校するわけにもいかないだろうが。そっか、そういえばそうだね。そう、休みの終わりがにくい。あいつも大変だな。あ、お前、あ、そうか。お前が知るわけないか。あいつ、どうも実家に連れ戻されたみたいだ。理由までは知らねえけど、昨日 K のうちが騒がしくて。ほら、うち近所だろ。で、何かと思って見てみたら K がいてさ。だから理由までは知らねえって。電話しても取り次いでもらえなかったし。
いたかった。ともくん、会いたかったよ。好きなんだ、君が好きなの。だからお願い、ここに置いて。もうどこにも行きたくない。理由が必要？何かなきゃダメ？ともくんまで僕を否定するの？何が心配だよ、口先男！うるさい、うるさい、うるさい！どうでもいい言葉なんか聞きたくない！優しさなんか、僕の心配してるふりなんかもう見たくない。ただっ子で悪いか。ともくんまで僕に素直ないい子でいろって言うのかよ。僕はもうそんな言葉聞きたくないんだ。僕が腐る。僕は話してる。ここにいさせて、ここにいたいって言ったじゃないか。嫌なら嫌って言えよ。僕なんか置いときたくないなら、僕が嫌いならそう言えよ。僕にはもうトモくんしかいないのに、なんでトモくんまで僕をいらないって言うんだよ。なんだよ、急に素直になって。そういえば納得するって思った。話せよ。口先男になんか触られたくない。なんでそんなこと。というわけなんだよ。
なんだい、まるで僕が悪いみたいな言い方だね。僕だって嫌だよ。だから出てきたんじゃないか。うぬぼれるなよ。しつけられた結婚なんて誰が喜ぶもんか。あ、ごめん。トモくんまで濡れてる。いいよ、そんな。タオルだけ貸してくれれば。あと、服も貸してもらえれば嬉しいけど。だから、僕はどっか端っこにでも置いといてくれればそれでいいから。押しかけてきたのは僕なんだから、そんなことできないよ。そんなこと気にしないでも。言うなら使ってやらないでもないけど。そうする。こんな風に押しかけてきちゃってさ、わけわからないことをわめいて。今更だけど
とごめん。それはそうだけど、トモくんに当たっていい理由にはならないわ。できたよ。トーストとハムエッグだけだけど、いいかな。ああ、まだ暑いから危ないよ。僕がふーってしてあげるから。大丈夫。心配してくれるなんて、トモキは優しいね。はい、冷めたよ。
後で買い物行きたいけど、さすがに外に出るわけにはいかないか。残念だな。でも今日は今日しかないでしょ。友樹と一緒に買い物に行けた日が一日減るんだよ。あ、そうだね。友樹ってば頭いい。どんなのでもいいよ。ともきが選んで。お願いね。本当にともきは優しいね。本当？じゃあこんなことしても怒らない？なんだか可愛いって言われるの癖になりそうだな。こんなに優しい響きだったんだね。あと好きって言われるのも大好き。ともき大好き。本当？僕かわいい？嬉しいな。好きな人にかわいいって言ってもらえて本当嬉しい。ともきって意外と甘えん坊だったんだね。されるのも嫌じゃないよ。好き。気がしてくれるの？それじゃあお願いしようかな。こうやって見上げるのもなんだか新鮮だね。Thank you.
きな目が優しいね。そうだね、ずっとこうして。幸せだなって。優しい恋人とこうして一緒にいられて、しかもずっと一緒にいようって言ってもらえて幸せだなって。どこにも行かないよ。甘えん坊だな、トモキは。変な頭にしちゃった。えい、もっとこうしてやれ。ちゃん、お昼どころじゃないよ。ケンのこと心配じゃないの？オッケー、じゃあ屋上行こうか。やっぱり。やっぱりって、なんで？ん？実家にいない、寮にいない、星見のとこでもなきゃ、あとは友樹のとこしかないだろう。
今までで初めてだろうな、そんなの。オッケー。うん、内緒にするのはいいよ。でも話すの遅すぎ。それは言えてる。そうよ、みんな心配してたんだから。私のとこに来てくれなかったのかな。